熱血コンサル基礎産業。地方銀行再編はあるか。いや今回地方銀行の決算が全部出揃ったんだよね。日経ファイナンシャルっていうのかな、サイトがあるんだけど、そこに全部の決算が出たんですけども、有料版は全部、まあ、見てるんですけど、ちょっと話せるところがちょっともう限られてるので、そこの部分については触れられないんだけど、今回トップ10、トップ8位ぐらいまでが出てるのかな。やっぱりまあ堂々の静岡銀行が1位なんでね、うん、強いですよね、ここは。もう盤石というか、うん、まあ、昔から静岡銀行、千葉銀行、ね、あと横浜銀行という、この3つの、まあ、会社がすごく、まあ、昔から強いと言われてたんだけど、今回すごく大きくこう変わったところがあるよね。東北の銀行が出てないんだよね、トップ10に。その辺が過去の、まあ、東日本大震災以降の経済を、まあ、支え続けてきたところがあって、まあ、そこの疲弊が出たのかなと、まあ、ちょっとしょうがない要因がありますよね、というところがあるのと、でこれからまあ地方銀行の再編あるのかどうかという話なんだけど、あるということが分かるので、この決算の概要を見てると、財務力とか収益力とかいうところはあるんですけども、一番ちょっと僕が目につくところというか、資産をこう運用する以外のところで、その手数料でどうやって稼いでるのかっていうところをちょっと見ててですね、僕結構特色あるなと思ったのは、常用銀行とかね、手数料上手に稼いでる。実際現場でも話することがあるんだけど、調達コンサルみたいな、僕らみたいな仕事やってたりとか、いろんなコンサルのところでお金を稼いだりとか、情報をうまく駆使してお金を稼いだりとかいうようなことをよくやってるので、銀行以外のところで、まあ、上手に稼いでるっていうところが見え隠れする銀行と、やっぱりもう旧態依然として金利のところでしか儲けれてないっていう銀行で大きく分かれたということと、やっぱりもう一つはその西日本と東日本とでやっぱり随分こう変わってきたというか、西日本の方はもうどんどんこう統廃合が進んでね、で東日本の方はもうこれからみたいなところが、まだまだ業務提携の域を出てないっていうところが多いのかなと。今回すごく目立ったね。だから東日本の銀行の中でも特にこう小さめのところっていうのは、これからまあ再編される側というかいうふうになるのかなと。青森とかこれからですよね。うん、そうそうそう、青森ね、道の区銀行と青森銀行とぐらいしかないんだよね、なんだけどお互いシェアは取ってるんだけど、市場も小さいから、どうやってこう今後稼いでいったらいいのかというところで悩んでるところは結構多いのかなというのが、まあ見え隠れするというか、まあ、そういう内容だったらね、金利でしか稼げないところも、金利をこう上げるっていうところまではいけてないですもんね、全然。そうそうそう、いくら稼げるかっていうところまでいけてないところがすごく多くて、同じ仕入れをするのでも、まあ、1個入れるのと1万個入れるのでも全然違う、スケールメリットをどうやって生かすかっていうところと、あとまあ競争、無駄な競争をしないというところで、外側経済をどういうふうに変えていくかっていうところを、目がいくような銀行とそうでない銀行とか、まあ、分かれるのかなというふうに、まあちょっと感じたこの実力診断というふうには思いましたね。そうですよね。あと我らがやっぱりエッチ銀行だなっていう、そうエッチ銀行ね、やっぱりよく頑張ってるというか、あれだけ競争激しいのにね、H 銀行は単独でやってるんだけど、いろんなところから四方から攻められるような地理的な位置にあって、そんなに経済が大きいかというと、僕らも全国またいで仕事をしてる中でもそんなにむちゃくちゃ大きいわけではないんだよね。だけどシェアをしっかり確保して、よく手数料も金利もよく取ってるなと、やっぱりこのランクを見ても瀬戸内海の周りの銀行が強いイメージありますよね。そうだね。これはなんでかというと、やっぱりもう一時期こう、まあ、競争過多というか、いろんな銀行と競争してたところがだんだんこう収束を迎えたというところがあるのと、これ見て感じたことがある、やっぱ再編があるよ、ね、だって今までこう借りたり借り換えられたりみたいなことすごくあったわけで、でもそれがゴールが見えてるから、もう無駄な競争をしないと、でお互いのもう資産査定をしっかりやって、じゃあホールディングス化していこうみたいなね、なんか
の内々でそんな話も出てるのかなというふうにまあ感じたというか、じゃあどういうところがくっつくかということなんだけど、まあズバリもうあの H 銀行で考えてみると、北からまあ山陰合銀、 H 銀行、伊予銀行、今回でいくと、うん、その縦にこう要は仲がいいから、もともとこの同じ広島というところの地域でこう取引先を取り合ってなかったんだよね、ここは、うん、だからそういうふうな、もともと親密校って言われたところがこうくっつこうとするんだけど、多分お上が、まあ、仲のいい者同士でくっついちゃいけませんというふうな話になって、じゃあちょっとあの徳島とかね、例えば高知とかね、まあ、例えばはたまた大分とか、そういったところからちょっと仲間を探してきて、まあ、4校ぐらいでこう一つになるのかなというような、あのちょっと個人的な感覚で思うところかな。統合するのにすごくシステムの統合も大変だっていうふうに聞くんですけど、うんうん、みずほの問題もありましたし、補助金が出るようになったらしいですね。そうそうそう、これがね、このシステムごとにこう振ってるんよね、うん、まあ、H 銀行でいくとフライト21っていう IBM のシステム使ってて、あれがね、副銀さんとかとこう一緒だったりとかするんだけど、やっぱり同じシステム同士だったら乗り、あの相乗りがしやすいからコストダウンするというかね、固定費は資産なので、いや、そこをうまく活用するという統合もあるのかなというふうに思いますね。じゃあそういう中でこの間の動画でもあったんだけど、 SBI がね、じゃあ SBI はどんな地銀を狙うのか、結論はもう僕これしかないのかなと思ってて、あの再編に乗り遅れた銀行で、あのかつまあ西日本側、うんうん、これだと思う。特に九州ってもうほぼ収束なんだね、うん、福岡銀行と長崎の方のね、某銀行がこう、まあ、ホールディングス化というか傘下に入って、もうどんどんこう、もうあのシェアがね、もうお互い競争しないというような形にもなりつつあって、で南の方はもう花銀とあの肥後銀行だったかな、うん、とこうくっついたりとか、ね、いうようなことをやりながら、こうもう北と南でこうある程度シェアがもう決まって、線引きがちゃんとできてきつつある中で伸び遅れるところが出てきているというようなところは、やっぱりあの競争にさらされるというか、かといって余った資金をうまく活かせないというようなことがあったときに、この間の島根銀行との資本提携というか、というようなところでこうくっつくというのはあるよね。あともう一つこれ気づいたの、 SBI の、 そのくっつき方と今回の地銀の再編のくっつき方って大きく違いがあるのよ。これなんかわかるの？地方銀行同士のくっつき方だと、やっぱり隣接している地域とか、うん、やっぱりこうあまり離れているところとはくっつけないというか、うん、ここがあるのかなっていうのがあるんですよね、うん、で SBI だったら、まあ、狙い撃ちしてこうどこでも行けるのかな、まあ、そういう立地のところはちょっと違いがあるかなというのは思います、うん、それも一つあるよね。そう、隙間を絶対狙っていくの、うん、もう再編して余ったところというか、今回島根銀行との資本提携ですごくまあ驚いたことがあるんだけど、あれだけあの良くなくても復活できる、復活させられるだけのものがあるの、こっちにコンテンツがある、だからどこ狙ってもいけるという。もう一つこれもびっくりしたことがある、地銀だったら同業じゃない、うん、だから勝ち負けというか、どこどこがどこどこを食ってっていうような話になるから、ね、主体性があんまりこっち持てないみたいなことがあるんだけど、SBI と島根銀行 の、 そのくっつき方というのはあくまで島根銀行に主体性を持たせて 34% の資本を取って、その拒否権をちゃんと握って、で一緒にこういうことをやっていきましょうねというところが分かった上での資本提携だから、業務提携と資本提携だから完全にその再編じゃないんだけど、その相手の特性をうまく生かすというか、だからスピード感が全然違うと思う今回。システムも美味しいとこだけこう活かしながら SBI のコンテンツをこう上手に活かすというかね、いうふうな仕組みになってんのよもう。なるほどなるほど、うん、あのアンテナを、ね、携帯電話会社だったら当から全部やり直すっていうのが地銀の再編なんだけど、 SBI の、 あの再編っていうのはここだけ変えるの、うん、ポコッとあの美味しいとこ取りができるからスピード感がもう全然違うのかな、うん、だから SBI が第4のメガバンクになるかならないかと僕はなると思うし、じゃあ地銀再編のスピード、 SBI に追われて他の地銀がこれまずいということで、どんどんこう国が主導になってこうくっついていくというか、もう美味しいところだけが、でかいところだけがこう固まっていって、スケールメリットと利便性のこう2つにこう分かれる銀行グループと地銀グループができるんじゃないのかなというのが自分のまあ感想ですね。
確かにその同業じゃないっていうところはあるかもしれないよね、うん、最近あの駿河と野島、野島、ね、あれちょっと失敗しちゃいましたけど、うん、でも ああいう流れももしかしたらかなり今後あるのかもしれないですよね。あのこれやりたいお金あるよっていうのをね作り出すっていう、これをなかなかできないんだから、もう本当にお金集めが仕事なの、逆に考えると ね、 そうね、定期預金を集めるってことはそのお金を借りることが仕事なのよ。逆に考えたら普通だったらみんなも商売しててこう銀行からお金借りるっていうのが仕事になってないじゃん。それお客さんからお金稼ぐことが仕事なんだけど、金融のすごいところ、お金借りてくるのがもうそれはまま商売になるのよね。今後その SBI と他のところっていうと異業態っていうか他のもいっぱい出てくるよね、うん、あの携帯電話会社が最近銀行を持ってるので同じような考え方で、いろんなインフラに近いようなところにね、電力会社とか持つのかなと実は思ってて、あの自分とこの銀行ね、だって家庭用のね、あの小振りとかあるじゃない。だから地銀はますますしんどくなるかもしれないね。自分らのなんか電子通貨使ってそのもう引き落とししたらそのすごくもう安くなりますよみたいなね、やられたらそこにもう住宅ローンとか入れてしまえばもうそのままこうやれるじゃんあと車とかね、これからもうあの自動運転っていうのがねもう主力になってくるだろうから、そういうところにまあファイナンスって当てるというか、だからお金集めがそのまま仕事になるっていうのは絶対あるから、まあそことこう異業態とこういかにこうくっつくか、でそこの部分がいかにこう地銀の余ったところをいかに取っていくか、だから買い口ほど買いだと思います。今回ちょっと一番言いたかったことね、今後伸びる可能性があるということですよね。そういうことで SBI が入ってくることによって、うん、そうそうそう、本当にそう。だからあの開口で西日本かつそう取り残されてそうだなと思うところをちょっと見てください。今後ちょっとこれ特集組んでいきたいと思います。開口って言ったらあれですよね、あの第二次、第二次 ね、そうそうそう、よくなんかこうあのなんとか果物とかね、そんな名前してるやつあるじゃない野菜の名前とか、野菜の名前とかねあるじゃない、そういうところはちょっと、まあ、狙い目なのかなと個人的には思ってます。じゃあそういうことであの今回、まあ、あの1回目のこうちょっとやり方変えてあの動画撮ったんですけど、今後こういうの話してくださいのがあったらコメント欄に書いてくれたら、書いてくれたらどんどんこうのっけていきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。